ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢、クラッシュオブクランって知ってるか？確か村を育てて強くしていくゲームよね。結構人気のゲームだったと思うけど、クラッシュオブクランがどうかしたの？確かに数年前までは国内のプレイヤー人口も多かったんだが、最近は引退する人が続出しているんだ。何か理由があるのかしら？詳しく知りたいわ。じゃあ今回は、クラッシュオブクランについて、解説していくんだぜ。クラッシュオブクランは、フィンランドの会社である、スーパーセルが開発して、運営も行っている、モバイルストラテジーゲームなんだ。へぇ、フィンランドの会社が作ったゲームなのね。世界観はファンタジーになっていて、プレイヤーは指導者として、ゲーム内の資源を消費しながら、村を成長させていくんだ。ゲーム内の資源ってどんなものがあるのかしら？資源は主に4種類だな。一つ目は金山で採掘されるゴールドで、防衛施設や壁の建築、アップグレードに使用されるんだ。なるほど。二つ目はエリクサーポンプで収集されるエリクサーだぜ。エリクサーは何に使うの？エリクサーはユニットの訓練や、アップグレードなんかに使えるんだ。三つ目はダークエリクサーポンプで収集される、ダークエリクサーだな。ダークなエリクサーもあるのね。これはヒーローの購入や、アップグレードに必要な資源なんだぜ。そして最後はエメラルド鉱山で採掘できる、エメラルドだ。私の予想だとこれは課金アイテムね。お、正解なんだぜ。採掘や実績の達成なんかでも入手できるんだが、アプリ内課金が一番手っ取り早い入手方法になっているんだ。エメラルドは何に使えるのかしら？他の資源を購入したり、特定の設備を購入したりするのに使えるんだ。他にもアップグレードや訓練の時間を早めたり、といった使い方ができるから、効率的に村を育てるのに必須なんだぜ。そういえば村を育てていって、最終的には何が目標になるの？各種対戦結果によって変動する、トロフィーを収集するのが目標なんだぜ。例えば他のゲームでは、ギルドや同盟といった名前で呼ばれることもある、クランを立ち上げたり、すでにあるクランに加入することで、クラン同士の対戦が可能になるんだぜ。クランとクランで戦うなんて、すごく面白そうだわ。詳しくは後で紹介するが、タイトルにもなっているくらい、このゲームの大切な要素の一つなんだぜ。楽しみにしておくわ。さて、次にそんなクラッシュオブクランの特徴を簡単に紹介していくぜ。まずはユニットに関する特徴だな。どんな特徴があるの？対戦の時に戦ってくれるユニットは、出撃の時に配置するだけで、その後の操作はできないという特徴があるんだ。勝手に動くってことかしら？そうだな、配置されたユニットは、その場所から最寄りの目標に向かって、勝手に移動するんだぜ。そして、その目標が破壊できたら、次の目標に向かって移動するんだ。配置してあげればあとは自動で進んでいくのね。そうだな、あとはユニット関連で言えば、陸上ユニットは壁以外のオブジェクトを、通り抜けることが可能で、飛行ユニットは、何の制限も受けずに移動することが可能っていう特徴があるんだぜ。設備があるから通れないってことはないのね。ちなみにクラッシュオブクランにはいろんなキャラクターが登場するんだが、文字で会話しているのはガイド役のキャラクターだけだな。他のキャラクターは会話しないの？叫んだりするだけで、特に言語は発しないんだぜ。他には建物の建築や、キャラクターの育成にかかる時間が、かなり長いっていう特徴があるな。どれくらいかかるのかしら？最大レベルまで行くと、20日以上かかることもあるんだぜ。めちゃくちゃ長いわね。さっきも説明したように、課金で日数を短縮できるんだが、その課金によってゲームの難易度が変わることはほとんどないんだ。育成の時間が短縮できるだけなのね。あとは村やヒーローの見た目も変更できるぜ。そうなのね。なんとなくどんなゲームなのか分かってきたわ。それじゃあ次は、クラッシュオブクランの配信が開始された時のことを、解説していくんだぜ。クラッシュオブクランは、iOS 版が2012年8月2日に、Android 版が2013年10月8日に配信開始されたんだ。ちなみに iOS 版が配信された時は、まだ日本語には対応していなかったんだぜ。それはなかなか手を出しづらそうね。そうだな、海外ではかなり人気があったんだが、日本で話題になり始めたのは、日本語対応になった、2013年6月17日以降のことなんだ。でもちゃんと日本語対応になってよかったわね。ただし、今でも日本語の問い合わせフォームから問い合わせると、返事が英語で返ってきたり、最悪返事が返ってこないこともあるんだぜ。何か困ったことがあった時に、ちゃんと対応してもらえない可能性があるのね。まあ、海外の会社が運営しているから仕方ない部分もあるんだが、これが引退理由になってしまうこともあるんだ。残念ね。さて、そんなクラッシュオブクランをダウンロードすると、まずは村の育成から始めることになるんだぜ。具体的には何をするのかしら？まずは村に施設を作って、それから自分の拠点の資源を回収するんだ。そしてその資源で兵士を訓練して、他の村を攻撃するんだぜ。攻撃するとどうなるの？資源を奪うことができるんだ。そしてその資源で施設を強化して村を育てていくんだぜ。資源の入手と、施設や兵のアップグレードが主なやることなのね。そうだな、やることは初心者から上級者まであまり変わらないんだが、やっぱり初心者は、村を最初から育てるところから始めないといけないから、今から始めるとなると、結構ハードルが高いんだ。村を育てるのには時間がかかるものね。そのせいで最近は、プレイ人口があまり増えることもなく、初心者はすぐに辞めてしまうという状態になっているんだぜ。ゆっくり村を育てることはできるのよね？
一応最初の3日間は本拠地にシールドがもらえるんだ。だからこの3日間は安全に村を強化できるんだぜ。その後はどうなるの？他のプレイヤーの村を攻撃すると、3日間のシールドが切れるんだが、自然にシールドが切れた後は、黙っていても仕方ないから、マルチプレイで他のプレイヤーの村を攻撃するんだ。それで資源を奪うのね。でも負けたらと思うと不安だわ。勝利しなくても資源は奪えるから、最初は資源を奪うことを目標にした方が、効率がいいこともあるんだ。そうなのね。ああ、それにマルチプレイで一戦すると、該当するトロフィー1のリーグに、自動的に参加できるんだ。そこで上を目指していくのね。まあそうなんだが、あまりトロフィー値が高いと、強い村としかマッチングしなくなるから、調整することもあるんだ。上を目指してもいいことないじゃないの。いや、そんなこともないんだぜ。上のリーグに行くほどボーナスでもらえる資源が増えるから、狙えるなら上のリーグに行った方がいいこともあるんだ。なるほど、その駆け引きも楽しめるってことね。そういえば、クラン同士の対戦もあるのよね。ああ、クラン対戦だな。クラン対戦は2014年7月に行われた、大型アップデートで解禁されたんだ。へえ、最初はなかったのね。というか、そもそもクランって具体的にはどんなものなのかしら？クランに加入すると、クラン内の専用のチャットが利用できるようになったり、援軍でクランの城に支援兵を補充して、その兵を攻撃や防御に、利用できるようになったりするんだ。助け合える仲間って感じね。一つのクランで何人くらい参加できるの？最大で50人まで参加できるんだぜ。他にもいろいろできるんだが、その中でも大きな要素がクラン対戦リーグだ。クラン対戦は、クランから15人、または30人を選抜して、8クラン総当たりのリーグ戦になっているんだ。結構本格的な対戦なのね。リーグはブロンズやシルバー、チャンピオンなんかに分かれていて、順位が上のクランは上のリーグへ、順位が下のクランは下のリーグに、降格してしまうんだぜ。クランのみんなで上を目指すなんて熱いわ。でも具体的には何をするの？クラン対戦は1日の準備日と、7日間行う戦闘日があって、準備日にはまず、クラン対戦用の村のレイアウトを調整したり、クラン対戦用の援軍を寄付してもらったりするんだ。準備が重要なのね。そうだな、ちゃんとクラン対戦用の村のレイアウトで、機能するユニットを、援軍として集めておいて、対戦期間に攻めてくる敵から防衛するのも大事なんだぜ。戦闘日は何をするの？選抜されたメンバーは、戦闘日に1回だけ攻撃できるんだぜ。ちなみにリーグは月に1回開催されているんだが、それ以外の期間も通常のクラン対戦ができるんだ。活気のあるクランに加入したらかなり楽しそうだわ。そうだな、クラン対戦の登場でさらに盛り上がりを見せた。クラッシュオブクランは、2015年9月に行われた東京ゲームショーで、ファンイベント、東京クラッシュ2015を開催したんだぜ。どんな内容のイベントだったの？イベント限定でプレイ可能な、5対5のクラン対戦や、シングルタイムアタックができたんだ。めちゃくちゃ面白そうだわ。制限時間内に村のレイアウトと、襲撃を行うリアルタイムクラン対戦で、メインステージでは人気配信者たちが、激闘を繰り広げる場面もあったんだぜ。シングルタイムアタックはどんな遊び方だったの？シングルタイムアタックはレイアウトが固定された特別な村を、いかに早く破壊できるかを競うっていう内容だったんだ。手軽にプレイできそうでいいわね。そんなわけで、クラン対戦の追加で、かなり盛り上がったクラッシュオブクランは、その後もいろんな要素が追加されていったんだぜ。どんな要素が追加されていったのかしら？全部紹介するのは無理だから、大きいところだけ紹介していくんだが、まずはユニットの追加だな。そもそもユニットって何なの？他のプレイヤーの村を攻撃するときに使ったりするキャラクターのことだな。クラッシュオブクランには、多種多様なユニットが登場していて、このユニットたちはアップデートで追加されることがあるんだぜ。そうなのね。初期からいるのはバーバリアンやアーチャーだな。バーバリアンはアプリのアイコンで見たことがあるわ。そうだな、バーバリアンはメインキャラクターで、基本的には防衛設備が整っていない、序盤の対戦で複数配置して使うんだ。特に能力があるってわけじゃないのね。他のゲームで言うと歩兵って感じだな。それで言うとアーチャーは弓兵で、遠距離攻撃ができるユニットなんだぜ。ユニットによって性能がかなり違うのね。そうなんだ。だから極端に強いユニットがいるっていうことはなくて、いろんなユニットを使った戦略を練ることができるんだぜ。他にはどんなユニットがいるのかしら？2013年7月には、スケルトンを召喚して戦う、ネクロマンサーが追加されているな。蘇生して戦うってこと？そうだな、レベルを上げるごとに召喚できるスケルトンの数も増えていくんだぜ。ただしネクロマンサー自体の耐久性は低いから、配置には注意が必要なんだ。でも使ってみたくなるユニットだわ。あとは2014年9月には対空砲を追い回す、ラバハウンドが追加されているんだぜ。人型じゃないキャラクターもいるのね。そうだな、ラバハウンドは倒された後、ラバパピーっていう、小さい生き物になってさらに戦ってくれるんだ。なんだか可愛いわね。ユニットには他にもレベルを上げることで解放されるスーパーユニットや、祭壇を建設すると召喚されるヒーロー、そのヒーローに付き従うペットなんかもいるんだ。ペット？どんなペットがいるの？今のところ犬やフクロウ、ヤク、ユニコーンなんかの動物が、8種類実装されているんだ。性能も攻撃したり強化したり回復したりと、個性的なんだぜ。いるだけで癒されそうだわ。可愛いよな。さて、そんなクラッシュオブクランでは、
アップデートで他にもいろんな要素が追加されているんだぜ。どんな要素が追加になったのかしら？まず、2015年7月のアップデートで、新しいリーグ、タイタンとレジェンドが追加されたんだぜ。上のリーグが解放されたってこと？そうだな、トロフィー数が5000を超えると、レジェンドリーグに行くことができるんだ。ちなみに世界で2番目にレジェンドリーグに到達したのは、なんと日本のプレイヤーだったんだぜ。日本より海外で先に流行っていたのにすごいわね。あとは2017年に、大工の拠点が追加されているな。大工の拠点？何をするの？通常の村とはまた別の村を育成するモードなんだぜ。村をもう一つ育てるってこと？まあそうなんだが、通常の村とはまた違った性質を持った、建物やユニットがあって面白いんだぜ。そうなのね、というかなんだか暗いわね、この村。そうだな、常に風景が夜だから、夜の村やナイトモードなんて、呼ばれることもあるんだ。反対に通常の村は、昼の村って呼ばれているんだぜ。なるほど、夜の村も育てた後はもちろん戦うのよね。ああ、バーサス戦っていう対戦でトロフィーを増やしていくんだ。実装された当初は、対戦を開始するとマッチングが始まって、リアルタイムでお互いを同時に攻撃するっていうシステムだったんだぜ。今は違うの？リアルタイムの対戦は廃止されて、今は自分が攻撃した回数だけ、他のプレイヤーからも攻撃されるシステムになっているんだ。確かに全然違うわね。ちなみに大工の拠点は実装された後、ほとんどアップデートされない状態が続いていたんだが、2023年5月のアップデートで、システムが大幅に変更されたんだ。トロフィーや報酬の仕組みも同時に変わっているな。急に動き出したのね。このアップデートを機に盛り上がっていたりするのかしら？いや、実はあまり人気がないんだよな。どうしてなのよ？マッチングが原因で、ほとんど自分より強い相手としか当たらないんだぜ。負けると報酬がもらえないから、ストレスが溜まると言われているんだ。ほぼ運ゲーという意見もあって、大工の村に不満を持っている人は多いんだぜ。改善されればいいけど、その前に引退してしまう人も多いんだよな。さて、2017年12月のアップデートでは、クランゲームが実装されているんだ。クランゲーム？クランのみんなで遊べるのかしら？そうだな、クランメンバーで協力してチャレンジをクリアしていくと、資源やエメラルド、それに新しい魔法アイテムなんかの、いろんな報酬を受け取ることができるんだ。他のクランと争うんじゃなくて、クランのみんなで目標達成を目指すのね。チャレンジはクランメンバー全員が見ることができる。共通のチャレンジボードに表示されて、誰かが受けたチャレンジは、他のメンバーからは見えなくなるんだ。極端な話、強い人が全部クリアするのが一番早そうな気がするわよ。いや、個人のスコアポイントには上限があるから、参加人数が多い方がいいんだぜ。そうなのね。それにしてもクランっていろんなことができて楽しそうだわ。2022年5月には、さらにクランの都が追加されているんだ。クランの都？クランのみんなで、都という名の拠点を作り上げるモードだな。ちなみにこの拠点は空に浮かんでいることから、空村と呼ばれているんだ。すごくファンタジーっぽいわ。でも拠点を作るってことは対戦もあるのよね。クラン対戦とは違うのかしら？空村で行われる対戦はクラン対戦とは違って、他のクランの都に、一方的に攻撃する形で行われているんだ。また違った対戦が楽しめるのね。この対戦は週末合戦という名称になっていて、金曜日から月曜日にかけて、開催されているんだぜ。このモードは盛り上がっているのかしら？結論から言うと、メンバーが多いクランに所属していればかなり楽しめるんだ。だから結構好評なんだぜ。そうなのね、クランのみんなで協力するのって楽しそうだものね。そうだな、それにクランの都には、クラッシュオブクランでは珍しい、特徴があるんだ。どんな特徴なのよ？施設の建設やアップデートがすぐに完了するんだぜ。育成に時間がかかるのがクラッシュオブクランの特徴だったのに？そうなんだ、クランの都では都ゴールドっていう専用の資源を支払うだけで、施設をアップグレードすることができるんだぜ。それに週末合戦の報酬も、入手困難なアイテムと交換できる。合戦メダルだから好意的な意見が多いんだ。新しいモードが好評っていいことよね。ただしこの都ゴールドっていう資源は、1日数百程度しか集められないんだが、要求される量は1万以上と多いから、クランメンバーが少ないと、なかなか強化できないっていう問題点はあるんだぜ。だからメンバーが多いクランに所属している人は楽しめるってことだったのね。まあ、このモードやクラッシュオブクランに限らず、人数が多くて活発なクランに加入すると楽しめることが多いよな。アップデートで追加されるものとして、重要なものにタウンホールがあるんだ。タウンホール？村の中心にある建物のことなんだぜ。このタウンホールをアップグレードすることで、新しい防衛設備や建物が開放されたり、アップグレードできるようになったりするんだ。村の育成にとって重要な建物ってことね。そうなんだぜ。対戦の時も相手の村のタウンホールを破壊することで、勝利になるから、破壊されないように中央に配置されていることが多いんだ。どこから攻められるかわからないものね。具体的にどんな防衛設備が開放されるかというと、タウンホール12では、タウンホール自体に攻撃能力を持たせる、ギガテスラが解放されているな。名前からして強そうだわ。ダメージを受けるか破壊率が 50% を超えると起動して、レベル5まで強化すると、破壊時に周囲にダメージを与えるようになるんだ。使い勝手が良さそうね。
そうだな、攻撃力も高いし範囲攻撃だから複数の敵にダメージを与えられるんだぜ。それに空中ユニットにも爆破ダメージを与えられたり、タウンホールと一体化しているから耐久力も高かったりと、かなり重宝する設備なんだぜ。こんな設備が使えるようになるなんて、タウンホールのアップグレードって重要なのね。タウンホール13ではどんな設備が使えるようになるのかしら？タウンホール13で解放されるのはギガインフェルノだな。また強そうな名前だわ。さっきのギガテスラの強化版なんだぜ。へぇ、どこが強化されているの？攻撃力も上がっているし、破壊された時に、周囲の敵ユニットの移動速度を低下させるっていう能力が追加されているんだ。周りにも防衛設備を配置しておくと、このデバフを活かすことができるから、防衛も楽しめると好評だったんだぜ。確かに戦略の幅も広がるし、破壊されても能力が発動するから、楽しいかもしれないわね。タウンホール14では何が解放されたのかしら？タウンホール14ではギガインフェルノの能力が進化していたんだぜ。速度を低下させる能力が別の能力に変わったってこと？ああ、破壊された時にポイズン効果を発動するようになったんだ。破壊された後も毒で攻撃できるのね。ちなみにタウンホール14は中南米のジャングルに残された古代遺跡のような見た目になっていて、それも好評だったんだぜ。タウンホールのレベルを上げると、村全体の雰囲気も変わって楽しいわね。そうだな、ポイズン効果もタウンホールが破壊されたことで、古代より伝わる猛毒が封じ込められた爆弾が起動するっていう設定らしい。結構怖い設定ね。ところでタウンホールって今は最大でいくつまで強化できるの？今のところタウンホール15が最大なんだぜ。そうなのね、タウンホール15では何が解放されたのかしら？解放された防衛施設は、呪文タワーともノリスだな。呪文タワーはこれまで呪文工場で生産して、手動で使っていた呪文を、全自動で使って敵を攻撃してくれる設備なんだ。レベルによって見た目が違うのかしら？いや、レベルを上げると使える呪文が増えて選択できるようになるんだ。そうなのね、どんな呪文が使えるの？レベル1ではレイジっていう味方を強化する呪文で、呪文タワーで発動すると、防衛設備なんかの攻撃力を 100%、18秒間上昇させてくれるんだ。レベル1でも十分強そうね。レベル2になるとポイズンの呪文が使えるようになるんだ。そしてレベル3になるとインビジブルの呪文が使えるようになるんだぜ。インビジブルはどんな効果なのかしら？呪文の範囲内にある設備が攻撃されなくなるんだぜ。だからタウンホールなんかの主要設備の近くに配置しておくと強いんだ。呪文タワー一つでもいろんな使い方ができて面白そうだわ。モノリスはどんな設備なのかしら？モノリスは基本の攻撃力に加えて、相手の HP の 15% のダメージを与えるっていう設備なんだぜ。HP が高い敵に有効ってことね。タウンホールのレベルを上げると防衛設備の他にも、いろんな要素が解放されて戦略性も上がるんだぜ。どんどん上げていきたいわね。ただしタウンホールのレベルを上げると、攻撃してくるプレイヤーのレベルも上がるから、なるべく他の建物を最大までアップグレードしておく必要があるんだ。新しい設備が使いたいからって、すぐにタウンホールをアップグレードしちゃダメなのね。そうなんだぜ。それに新しい設備は魅力的なんだが、タウンホール14から15にアップグレードしても、そこまでの変化は感じられなくて、これ以上はマンネリ化していくんじゃないかっていう意見もあるんだ。環境が変わってもやることは同じって感じなのかしら。というわけでクラッシュオブクランは人気のゲームなんだが、ハードルの高さやマッチングの仕様、マンネリ化などによって、引退者が続出という状況になっているんだ。ゲームとしてほぼ完成しているからこそ、マンネリ化してしまうんでしょうね。でも、私も村を育てて戦ってみたくなってきたわ。みんなもクラッシュオブクランの思い出があったら、コメントで教えてくれよな。皆さんの意見も聞かせてほしいわ。それじゃあ次の動画で。またねー。